永田町御田町の皆様、私たちが今ここ官邸前に陸続と詰めかけておりますのは他でもない、あの昨年 3.11 東日本大震災による世界最大の核事故、これに対して当然ながら原子力規制委員会、その人事案そのものが規制をする人間、この人たちが他でもない、今までゴーサインを出してきた人間であるという、こんな話は到底受け入れることができません。私たちは本当に全身全霊をもって何としても明日の安全を取り戻したいと今ここに、それぞれ自分の都合を本当に無理して付け合ってもここで駆けつけております。何としてもこの未だ何ら収束なし原子力発電福島の事故に対して何としてもこれはおかしい、こんなことが再び繰り返すことは絶対にあってはならないと思うからこそ、やむにやまれずここにおります。多くの警察官の方々も見えますが、警察官の方であろうが大臣であろうが議員であろうが、放射能というものは一切区別なく、こんなに公平と言えばいいのでしょうか。誰でも放射能の害の及ばない人はないわけです。私たちはこのような恐ろしい人間の作り出した毒物をこれ以上撒き散らすような原子力発電はもう脱原発以外にないと思うからこそ、みんなそれぞれ時間を工面し合って、それぞれ自分の足台を自分で出してここに集っております。おまわりさんのように特別手当が出る人は一人もいません。いや、おまわりさんももしかしたら本日は通常勤務の中で特別手当はないかもしれませんが、どっちにしてもおまわりさんは私たちの安全を守る立場であられるならば、かつてスリーマイル事故の時に、なんとオランダでは女王様の宴席であるところの王女様が一緒にデモをした、すると警官も上着を脱ぎ捨てて制服を脱ぎ捨ててシャツ姿になってデモに加わったとは、なんと頼もしいお話ではないでしょうか。そうです、等しいけるもの、全ての命を根本から犯してやまない自然界になかった毒物を放出しているような、こんな原子力はもうごめんこうむる以外ありません。人間に知恵というものがあるならば、今日までこの原子力発電に対するさまざまのデタラメの大宣伝に惑わされてきたことを、今こそ痛みとして、何としても脱原発で健やかな未来を取り戻していこうというのが今生きている命ある者の当然の考え方ではないのでしょうか。私たちは皆これ以上危険な原発を動かしてくれては困る、本当に真剣に思うからこそ、それぞれ自発意志によってここに集まっております。このような危険なことに対してはっきり言います、この人事案というのは不正です、これは癒着です。このようなことがまかり通っていては、民主主義もヘチマもありません。こんなことは恥ずかしい、情けない、あってはならないこととして撤回してもらう以外ないではありませんか。私たちはここに不安とともに大いなる怒りを持って集っております。皆さんも共に
核のない未来を取り戻すために私たちと一緒に脱原発への力を合わせていこうではありませんか。よろしくお願いします。カブシが延期にはなりましたけども、いつ開かれるか、
場合によっては明日来週は木曜日の本会議で、図られるかもしれないという非常に、緊迫した状況です。原子力規制委員会、設置法にはあるように、原子力風呂の影響の徹底排除、原子力の利用と規制の分離、そして国民からの信頼確保、この3つが大きな理念だったはずです。そのいずれをも踏みにじる今の人事案、原子力村の住人が3人もいて、うち下の2人はバリバリの現役です。そして委員長候補の田中俊一氏は事故後も、除染の幻想を振りまき、避難者に対して賠償を打ち切ってとにかく帰還させようと、そして住民たちに放射能被曝を敷いた上で福島を形のようだけでも元に戻し、それによって原子力推進政策を再生を図ろう、そんな人物です。そんな人物に原子力規制委員会の委員長任せるわけにはいきません。これは絶対に任せるわけにはいかないんです。ぜひ、この人事案、オリンピックでメダルを取られた皆さんも、そしてこの声が、議員会館にいる議員の皆さんにも届いていると思います。ぜひ、人事案には反対の票を投じる、今からその考えをしっかりと表明をしてください。政党が何を言ってるのか、あるいは、皆さんのボスが何を言ってるのか、そんなことは関係ありません。皆さん一人一人がこの原子力の問題にどう向き合うのか、この福島の、この現状にどう向き合うのかが問われているんです。皆さんも、国会の皆さん、国会議員の皆さん、もう皆さんも選挙で頭はいっぱいだと思います。本当に選挙で、勝ってまた、この国会に戻ってきたいんであれば、この原子力規制委員会の人事案真剣に考えてください。そして安易に、党の意向だからとか、そんなんではなくて、皆さん自身がよく、この原発の問題どうするのか、福島の現状をどう捉えるのか、そして、原子力規制委員会に、原子力村の住人たちが次々と送り込まれて原子力の再生を図ろうなどという、この人事案を本当に通していいのかどうか真剣に考えてください。安易に賛成票を投じるようなことがあれば、皆さん、もう国会には戻れないかもしれません。それほど私たちも真剣です。私たちも真剣です。次の投票行動をどうするのか、皆さん一人一人の、立場考え、国民は見ています。私たちは注視をしています。あなたがこの国会への、人事案に対してどういう投票行動を取るのか、もうマニフェストは信じません。マニフェストに書いてあること、ビジネークはもう通用しません。私たちは皆さん、国会議員がどういう行動を取るのか、この人事案に対してどういう態度を示すのか、その一点を見ています。ぜひ、堂々と、反対票を入れてください。あるいはもう今のうちから反対票を入れるんだということをしっかり表明してください。である私たちは心から応援します。皆さんがまた国会に戻れるようしっかりと応援します。そうでなければ、私たちはもう国会には戻っていただきたくない、その活動を続けます。やりますよ。もう、原発を願う、脱原発を願う人たち、脱原発を願う人たちはこの、規制委員会の人事案に皆さんがどういう、皆さんがどういう行動を取るのか、その一点を見ています。ぜひ、この人事案については白紙撤回だと、違法な人事は認めない、停戦量被曝の影響を過小評価するような、そういう原子力村の住人たちを送り込むようなことは決してしないと、いうことをしっかりと、表明をしていただきたいと、いうふうに思います。それでは皆さんでコールを上げていきたいと思います。人事案撤回、人事案
人事案撤回、人事案撤回、原子力村出てけ、原子力村出てけ、原子力村出てけ、人事案撤回、人事案撤回、人事案は無茶苦茶だ、人事案は無茶苦茶だ、人事案を認めるな、国会は認めるな、政府は認めるな、細野は認めるな、野田は認めるな、メダリストも認めるな、国会は認めるな、人事案を認めるな、人事案撤回、人事案撤回、人事案撤回、人事案を認めるな、人事案を認めるな、国会は認めるな、国会は認めるな、人事案を認めるな、政府は認めるな、人事案を認めるな、政府は認めるな、人事案を認めるな、細野は認めるな、野田は認めるな、メダリストも認めるな、人事案撤回、人事案撤回、全員会人事案撤回、人事案撤回、人事案を認めるな、人事案を認めるな、国会は否決しろ、国会は否決しろ、人事案を撤回しろ、人事案撤回、人事案撤回、人事案撤回。ですね、私は野田さんと細野さんに呼びかけたいと思います。多分皆さんはもう心が一つだと思いますので、聞いててください。野田さん、細野さん、国会議員の皆さん、このめちゃくちゃな規制委員会の人事案撤回してください。私たちはこんな原子力村だらけの人事案は認めません。これには原子力規制委員会ではなくて原子力推進委員会の人事です。野田さん、細野さん、まだ間に合います。この無茶苦茶な人事案を今すぐ撤回してください。原子力規制庁準備室は
所ばかりでしたら一応来て、一応保安員としての立場を説明していました。説明になっていませんでしたが、あなた方はこの保安員にも劣りますよ。規制庁住民室の森本室長、あなたは環境省出身ですよね。環境省というのはもともと公害で苦しむ弱い人たちの立場に立って、国行政の不正を正すために設置された役所なのに、一体この20年間で何がどうあったのか大きく変わっちゃいましたね。一体あなた方は国民との市民との対話を拒むようになったんでしょうか。おかしいです。田中俊一さんは100ミリシーベルトまでは健康に影響がない、自主的避難には合理性がないとして、自主的避難の方々の賠償に最後まで反対されました。こんな人を原子力規制委員会の委員長として、私たちは断固として認めたくありません。国会議員の皆さん、決めるのはあなた方です。党の方針とか言うのではなくて、自分の良識に立ってこのひどい規制委員会人事案に断固として反対してください。このような無茶苦茶な案は差し戻してください。数の論理で、民主、自民、公明の数の論理でこの無茶苦茶な案を国会で強行採決することは絶対に認めません。国会議員の皆さん、今市民たちがあなた方の事務所を訪問してアンケートの回答を求めています。ちゃんと私たちの考え方を説明しました。次はあなた方があなた方の考え方を説明してください。あなた方は私たちの代表であるはずです。私たちの考えをきちんと聞いて、このとんでもない原子力推進委員会の人事案を差し戻してください。否決してください。私たちは有権者としてあなた方の行動を見ています。各党がどんなに綺麗なマニフェストを掲げたとしても、私たちはもう信用しません。私たちが見ているのはあなた方の実際の行動です。この国会、この原子力推進委員会の人事案の対応を一つ一つ注意深く見ています。すべて公開します。あなた方が次の選挙で私たちの票が欲しいというならば、この実施案絶対否決してください。終わりです。じゃあ、コール、じゃあ、ちょっと人事案撤回、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 人事案撤回。それでは、郡山から静岡に避難された、畑中さんから一言お願いします。私は昨年の8月、家族を連れて福島県の郡山市から静岡の富士宮市に自主的避難をした長谷川です。私たちは3月12日以降も福島を過ごしました。3月12日から原発が爆発する中、政府が落ち着いてください、直ちに影響はありませんという発表したことを信じました。私たちは
福島の人たちは今までこの国を、この政府を信じて生きてきました。国民として当然のことだと思いました。しかし福島の子どもたちは結果たくさんの被爆をさせられました。3月12日以降、至る所で断水が起こって、水がなくなって給水所に一つまでの給水は許されると中で、子供を連れてたくさんの親が並びました。子供たちは、親たちは何も知らずに大量の被爆をさせられました。当時私は仕方のないことなのかと思っていました。しかし半年、1年半と過ぎる中で、蓋を開けてみれば、このことは福島の人たちが大量の被爆をすることは政府は当初から予想ができていたことだということを知りました。私たちは捨てられたんです。あなたたちに騙されたんです。田中俊一氏は原発が爆発してからスコップを片手に福島に入り、除染を推進した人物だということで、この原子力規制委員会の委員長に推挙されているということを聞きました。私は郡山にいるとき、子どもの PTA の会長をやっておりました。一生懸命除染しました。子どもの幼稚園を親御さんに声をかけて一生懸命除染をしました。でもこの除染は無理だということはすぐに分かりました。親御さんたちはマスクもせずに一生懸命高圧洗浄機を持って水を流す人、その霧を真下で受ける人、その水はドロドロと排水口で下の時に伝わっていっていました。一時的にきれいになったはずの校庭は、雨が吹けば風が吹けばすぐに元通りの線量です。こんなことは当たり前です。私もやる前から気がついていました。なぜかといえば、見回せばこの大地も山も川も森も湖も空気も全部放射能汚染されてるんです。こんな年を一生懸命除染したって避難ためだってことぐらいすぐに分かりました。それなのに田中俊一はなぜ除染をあたかも福島を救う切り札だと言わんばかりに今もやっているんでしょうか。それは田中俊一が福島の命を守ろうとしているわけではなくて、子供たちを守ろうとしているわけではなくて、原子力推進を守ろうとしているから、それゆえに除染スコップを片手にやっているだけじゃないか。なぜそんなことがあなたたちエリートがわからないはずはないんだ。核心犯で国民を欺いてるとしか我々は思えないんだ。私の家内は昨年の6月に妊娠が分かって、今年の2月に出産をしました。私の避難した静岡県富士宮市は細野原発担当大臣の隣の選挙区です。私は今年の6月に縁があって細野大臣と会わせていただく機会がありました。私は短い時間でしたが、細野大臣に子供が生まれたことを伝えました。細野大臣は私におめでとうと言いました。私は
何も背景を知らないあなたをその時責めようとは思いませんでした。しかし心の中から悔しくて悔しくて怒りがこみ上げてきました。私と家内は分娩室で子供が生まれた時、子供の指を数えて足があるか手があるか一本一本指を数えて見て回りました。そんな親の気持ちがあなたは全く理解しようともしていないんだ。福島に寄り添う寄り添うなんて言葉だけで本当に寄り添う気持ちなんかあなたたちにはこの1年半全くなかったじゃないか。今でも福島の多くの親たちが苦しんでます。福島は今分断の中にいます。私が今ここで福島と言って話していても今私の話していることは決して福島の集約された意見ではありません。なぜかといえば福島は1年間20ミリシーベルト規制という恐ろしい規制の中で土地ばかりじゃなく心まで分断されてしまっているんです。多くの親が逃げなければいけない、逃げたいけど逃げられない、ここに住み続けたいという葛藤の中で心まで分断されて今福島は苦しんでるんだ。あなたたちはそのことをしっかりと受け止めなければいけない立場の人間なんだ。この規制委員会人事案を通すということは日本を滅ぼすということと同じことなんだ。我々の世代で日本を滅ぼす道なんか絶対に選ばせないと思って多くの人たちが声を上げている声をしっかりと聞きなさい。以上です。人事案撤回、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 原子力村出てけ、原子力村出てけ、人事案撤回、人事案撤回、原子力村出てけ、原子力村出てけ、人事案撤回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 、規制委員会人事案撤回、人事案撤回、人事案撤回、人事案撤回しろ、人事案撤回しろ、人事案撤回しろ、撤回しろ、撤回しろ。こんばんは。こんばんは。野田さん、そいで細野さん、そして国会議員の皆さん、私たち市民は去年の 3.11 を経験し、そして福島の人たちの実情を見るにつけ、やっぱりこの原子力推進は間違っているというふうに確信しました。 3.11 以降、福島の友人はとても辛い思いをしています。さっき長谷川さんも言いましたけれども、避難されている方も、そして福島の地元に戻った方たちも、この1年の数ヶ月をとても辛い思いで暮らしてきました。 3.11 が起こってすぐの時、
私の友人はあの事故の現実さえ知らないで、やっぱり先ほど長谷川さんが話したように、水を汲みに、水をもらいにですね、行ったそうです。並んだそうです。とても気持ちの良い小春日和で、それまでの雨と雪が不思議なぐらいだったので、とても気持ちのいい思いで並んだそうです。でもそれは事故、爆発が起こった後だったんです。郡山に住む友人にはそのことは一切知らされませんでした。その中で彼らは、今日は小春日和のすごくいい天気だねというふうに歩いてたそうです。その話を聞いたとき、私はすごく怒りました。なぜ福島の人は知らされなかったのか。私たちは東京に住んでいて、その現実を知らそうとしたけれども、全然何もつながらなくて知らせることができなかった。でその中で彼らは被爆したんです。そしてその現実を抱えながら逃げることもできずに、今も福島の地で暮らしています。1年4ヶ月経って、この福島の原発事故が何だったのかを、すいません、静かに聞いていただけますか。福島の事故が何だったのかを今本当に知り始めています。福島の人たちはやっと今怒っています。なぜなら、だって逃げた人も残された人もやっぱり全然違う思いじゃなくて一緒の思いなんです。やっぱりこの原子力発電の推進は間違っていた、その一点は変わらないんです。そしてそのことに気がついていないのは、国会議員の皆さんや野田さんや細野さん、そしてこれまで原発を推進してきた官僚の人たちだと、私たちはこの1年数ヶ月、原発以後の官僚の人たちや国会議員の動きを見てよく分かりました。あなたたちは本当に何も変わらない、変わらない。なぜなんでしょうか。私たちは変わりましたよ。私たちは本当にエネルギーとしての原子力はいらないんです。私たち未来の子どもたちに違う原子力じゃないエネルギーで電気を欲しいと思っています。なぜたかだか元気のために命を懸け、子どもたちの未来を犠牲にしてまでこの政策を推進しようとしているのか分かりません。野田さんも細野さんも福島に寄り添うと、脱原発だと言っていますが、でもやっていることは真逆です。原発を推進しています。福島で今苦しんでいる16万人の避難している人たちの立場には全然立っていません。政策そのものはまるで電力会社やこれまでずっと原発を推進していた産業の人たちと一緒に、自分たちの保身のために、自分たちのこれからの未来のためにですか、そのためにしか、そう、そして経済のためにしか動いていません。私たちはちょっとぐらい不自由でいいんです。いや、もしかしたらもっと不自由でもいい。こんなに明るく高校と電気がついてなくていい中で暮らしていけます。私たちはそんな選択ができることを覚悟しています。あなたたちは私たちの声を聞いて、ちゃんと私たちに向き合って、そして政策を進めるべきだと思います。今回のこの規制委員会の人事についても、私たちはポスティングをし、何でも議員の方を訪ね、そしてお話をしてきました。でも誰一人としてちゃんと、あ、すいません、それは違いますよね、あの賛成してくださっている方も、この人事案の賛成をしてくださっている以外の方で、まだ態度をはっきりさせていない方は、本当に何を自分たちがどう考えているのかもはっきり話をしてはくれません。私たちは今あなたたち議員一人一人に、そして野田さんに、細野さんに、きちんと決断を迫っています。これからもまだこの原子力エネルギーに頼った、このままのエネルギー政策を進めようとしていますけれども、それでいいんですかっていうことです。議員の方々一人一人はどのように考えているんでしょうか。私たちにきちんと示してください。
私たちは決めました。あとは議員の方々一人一人がどう決めるかです。あなたたちは国会の事故調でもこの人事案に関してはきちんと別の委員会を設けて各いろんな人たちを委員として指名してその中からちゃんと選ぶようにというふうに提案を受けています。国会の事故調は国会の議員一人一人の方にとってとっても重大なものなんじゃないんですか。そんなに軽んじられるような国会の事故調だったのでしょうか。私たちは国会の事故調もちゃんと一人一人の議員の方がきちんと噛み砕いて読み込んでそしてそれをきちんと実行してくださいそう思っています。議員の方たち、私たちはここに集まっているあなたたちにはこの人数しか見えないかもしれませんが私たち全国にちゃんとネットワークがあります。私たちがちゃんとここで起きたこと、それで国会で起きていることをちゃんと全国に広めています。今回の人事案の規制委員会の人事についてもちゃんと決断をしてきちんと私たちの意見に賛成か今回のこの人事案に反対かをきちんと表明してください。私たちはあなたたちの決断を全国に流します。たくさんの日本の国民が北海道から九州まで見ています。あなたたちの動きをきちんと、すいません、沖縄もです。ちゃんと見ています。アメリカの NRC は日本のあの福島の事故を受けて使用済み核燃料がどれだけ恐ろしいかを知って原発からもう新規立地をやめようというふうにこの間マスコミでは本当に報道されてなかったんですけども 2,3 件しかやったそうです。なぜドイツやアメリカが福島に学んで決断できることが、この国会議員はできないんですか。ちゃんと決断してください。決断してください。反対してくれ。反対しろ。じゃあコールします。人事案撤回。人事案撤回。田中は嫌だ。田中は嫌だ。けたも嫌だ。けたも嫌だ。全然うまくいってないという話をしましたが、除染の作業の委員会がありました。厚労省と環境省の合同の委員会です。そこにあなたはいました。田中俊一さんはいました。そしてそこで報告されたことは、山林の
除染12メートル×12メートルの山林を除染モデル検証として、モデル検証として除染したんです。ところが 85% 残ったそうです、放射能が。それがもう去年の秋から分かっていたのです。田中さん、あなたもそれを聞いていたはずです。そして福島県はの福島県の 71% は山林なんです。ですからさっきの福島の人のお話があったように、いくら除染したって山林に残ってる放射能がどんどん入ってくるから無理なのは分かっているんです。先日国交省の人に話を聞きました。その人が認めました、除染は全然うまくいってないということを。そうです、田中俊一氏はこの結果を分かっていながらそれを進めてきた人です。もう一つ田中俊一氏がダメな理由を言います。皆さんもご存知のように原子力委員会の委員長代理を2007年から2009年まで3年間務めていました。もっと言うと彼は40年間ずっと原子力村で働いてきた人です。そして原子力委員会では原子力委員会もですね、原子力安全委員会も私はずっとウォッチしてるんですが、委員長というのはすごい権限を持っているんですね。ですから今回もこの規制委員会の委員長に田中俊一が押されているから、これは他の委員の人事以上にこの委員長人事は一番問題だと思います。そして田中俊一氏は3年間も原子力委員会の委員長をやってきた。そして今原子力委員会がとんでもないことになっています。皆さんご存知でしょうか。朝日のスクープにあったように原子力委員会の事務局にはたくさんの電力会社の電力事業者から出向していました。6月にある程度返したみたいですが、そういう出向者がずっといた状態で進めてきたのです。原子力委員会はいつ設立されたかご存知ですか。1956年ですよ。1956年から67年間ずっと原子力委員会はこの原子力推進を進めてきていて、 3.11 以降も何ら反省をしていないのです。そしてこの朝日のスクープがありました。さらに毎日のスクープがありました。秘密会議です。核燃料サイクル専門小委員会、ちょっと正確ではないかもしれませんが、この小委員会で秘密会議が行われていたのです。秘密会議とは何か、表の委員会とは別に電力会社の人たちと一部の委員とが集まって会議をやっていたのです。ふざけるぞ。そしてそれが毎日新聞のスクープがあって査問されました。検証チームが、内閣府の中なのでどれだけ信用していいかということがありましたが、内閣府のその検証チームが検証しました。そして検証した結果としてこの小委員会の決議を誘導したということは認められました。内閣府の中の検証チームでさえそれを認めたのです。さらにその誘導の結果に対しては結果を、短くなって、それさらに短くしますが、ここでもう一つ大事なことはですね、8月18日の報道です。東京新聞で議事メモ一点存在、エネルギー庁係長作成を失念。分かりますか、これ難しいんですが、さっき言いました検証チームがデータを出せって言って、資源エネルギー庁、経産省の方ですね、経産省の資源エネルギー庁にこの秘密会議のメモを出せって言ってたんです。ですけども検証チームが稼働している間は出さなかった。そしてさっき言いましたように検証チームはやはりこれをこの小委員会秘密会議がおかしかったという結論を出したんですが、その議事メモはないまま出したんです。そして出した後出てきたんです。資源エネルギー庁が7回の会議でそのメモがずっとメモがあったことは証明されたんです。それが報道されています。ですこれ汚いと思いませんか。官僚同士で隠し合って、そしていい加減な検証をさせたわけです。これが原子力委員会です。
私たちは原子力委員会をもっと注目して、彼らに65年間ですか、ずっとこの推進してきたことを総括させないといけない。そしてゆくゆくはこれは解消しないといけないと思います。そうだ、そういうことをやってきた人が田中俊一さんです。ですから、この人事絶対特に委員長が委員長の人事は反対したいと思います。以上です。すみません、長くなって。人事は撤回、人事案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 撤回。それでは、自民党の福島、どうしてますので、ぜひ。どうも皆さんこんばんは。ここで、首相官邸に対して、そして3つの議員会館に声が届くように、原子力規制委員会、の人事案撤回を強くここでみんなにアピールしようではありませんか。これは本当に重要で、この人事案では私はこの内閣が原発を推進するぞという宣戦布告だと考えています。委員長は5年間居座ることができます。総理もクビにはできません。ということはこの田中俊一さんがもし委員長になれば、誰も恐れることがなく原発再稼働や新規建設ができる、本当に危険だというふうに思っています。私たちは福島東電原発事故を経て、こんな人事案も絶対に認めるわけにはいきません。これは保安院がなぜ経済産業省から分離するように私たちが長く求めてきたんでしょうか。原発の規制をきちっとする、そんな役所が日本にないのが問題だ。保安院も原子力安全委員会も負けたんです。負けたっていうのは変ですが、福島東電原発事故を防ぐことができなかったんです。規制ができなかったんです。推進ばかりする役所ばかりで規制ができなかった。だからこそ原子力規制委員会は本当に原発を規制する役所でなければなりません。だからこそ原子力村から来た人たちがこの委員長委員には絶対につけさせてはならないんです。私福島みずほも環境委員会で質問をしました。原子力村の人をつけることはできないですねという質問に対して、補助の大臣はそうだと答えてるんです。でもこの5人はみんな原子力村の人たちではないですか。だからこそ強く撤回を求めます。またとりわけ田中俊一さん、中村佳代子さん、福田豊志さん、7条7項3号に明確に違反をしています。これは原子力のその事業やそういうことをやってた人ではダメだと書いてあるんです。これを国会で質問をしたら、いや福田さんも受任するときは文書の機構をやめてるからいいのだというのが答えでした。そんなのおかしいです。だとしたら会長も勝又さんも関電の社長も東電の社長も誰だって、誰だって斑目さんだって原子力委員長、この規制委員長になれるじゃないですか。そんなでたらめ言うなと本当に怒っています。野田内閣はこの人事案を押し切れば野田内閣の必ず致命傷になります。国民は絶対に野田内閣を支持しません。だからこそこの人事案を撤回するべく市民の声を大きく上げていきましょう。一緒に頑張りましょう。そしてごめん一言、衆議院の議運委員会で今日、社民党を含めた政党がこのとりわけ3人の人事案撤回を求めました。今日、その後議運委員会は開かれていません。自民党民主の議運委員会の筆頭が6時過ぎから話をしていますが、今日は議運委員会は開かれていません。
どうかみんなの力で大きな声を合わせて、官邸が人事案を撤回するように、国会議員の一人でも多くのたくさんの人たちがこの人事案に反対をし、撤回を求めるように頑張っていきましょう。私も頑張ります。今日の朝、たっての採決というのはなくなりました。しかし、今後、木曜日の、木曜日、金曜日、今週また採決にがありますので、緊張の糸を解くわけにはいきません。日々、非常に緊迫した、状況が続くと思います。明日も、12時から、衆議院の大事な議員会館の前でアピール行動があります。そして2時から、また議員回りがあります。第2議員会館で集合になってます。ぜひ皆さん、緊張の糸を解くことなく、この人事案撤回を叫び続けたいと思います。それではじゃあお願いします。話したそのアジナイゾ案で手短に行きます。平和と最初にこの原子力規制委員会、こういうものができるって聞いたときにどう思ったか。まあさすが人々の原発いらないっていう声を大きな音と聞き間違えるお方の随分ずれてらっしゃるセンスだなと思いました。我々が求めているのは原発いらないですよ。原発なくそうと求めているんですよ。なくそうっていうものはないっていうことでしょ。ないものをどうやって規制できるんですか。ということは規制委員会なるものを今作ろうっていうことは残す気満々じゃないですか。これは我々原発いらないの声を上げてる人間に対するこれ挑戦ですよ。はっきり言って我々のこの民意を組むんだったら原子力規制委員会じゃないですよ。我々が欲しているのは原子力根絶委員会ですよ。原子力をなくしまえっていう根絶委員会ですよ。でもまあ物には段階もあるでしょう。ここはまあ冷静になるならば、ならばせめてちゃんと規制できる人間を規制委員会によこせっていう話ですよ。なんですか今の人事は。原子力マフィアなどと、原子力群れなどと揶揄される原子力利権のど真ん中にいた人間がそんなまんま、そのまんまですよ。それも推進してた原子力群れのど真ん中の人間たちはみんな文章にして自己批判でもしたんですか。今まで推進しててごめんなさい、これからは否定する側に回りますと。そんなことはないでしょ。今まで自分のやってきたことを総括もせずに、どうやって原子力を否定することができるんですか。そうだ、全く死にかけだけじゃないですか。今建前上の演説に経産省で、原発再稼働を審議して、でそれを各省庁の別の省庁で、まさに外部で、で規制してどうするのかって、また審議するから安全だっていうようなことを言いたいわけでしょ。だけど全く、原子力マフィアって言われてた、その利権のことをど真ん中にいた人間そのまま落としただけだったら、これある窃盗団が窃盗事件を起こしたとしますよ。同じ窃盗団のメンバーに、その窃盗の犯人捕まえるようなもんじゃないですか。しかもその窃盗団が犯人だって分かった上でですよ。こんなとんでもない話がありますか。はっきり言って私の希望としては規制委員会なんていう名前はやめちまえと、禁止の根絶委員会だと。麻薬を諦めてる奴がいたとして、麻薬を隠し持ったら罪になるんだったら、こっそり原子力発電所を動かしてるやつも罪を問われるようにしちまえと、私はそう思ってますけど。だから名前も原子力根絶委員会がふさわしいと思ってますけどね。だけど物には順序があるでしょう。原子力規制委員会でまあいいでしょう。だけどそれにふさわしい人をちゃんと採用しなさい。ちゃんとそれにふさわしい人を、ちゃんとそれにふさわしい人間をちゃんと頭に据えなさい。だから今のままでは話になりません。原子力マフィアのまさにその名前のまんまですよ。マフィアですよ。マフィアに犯人を探させるようなもんですよ。犯罪者に犯罪者を探させるようなもんですよ。
ようなもんじゃなくて、犯罪者に犯罪者を探せって言ってるんですよ、要は。まあいいや、長くなりそうなんで、ちょっと、スプレーストール行きますか。仕上げますか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこの原子力規制委員会に関して、なかなか語呂が悪い言葉を考えてくれたんで、ちょっと、スプレーストールも語呂が悪いんで、最初、ただ言ってみますんで、一応だけ聞いてください。スプレーストール原子力規制委員会聞いてやってけ法律を作るところなんです。本当に正しい法律を作るべきなんです。
ごまかしの法律を作ってはいけないんです。それを法律に違反する法律を作ろうとしているのが今の国会なんです。こんなことありなんですか。なしだ。絶対許せないと思います。そうだ。国民の多くが今皆さんメダリストがバスで出るか必要かって場合はデッドなんです。僕はオリンピックは一回もいませんでしたけども、別にして待て、入場途中です。メダリスト皆さん、原発に反対です。原発反対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 。オリンピックはいいんですけど、国民の多くは原発反対なんです。国民の多くは福島で反対したんです。もう原発いらないって。で、電気が十分に余ったことも分かったんですよ。だからいらないって言ったんだ。で、そんなもん20年後30年後にゼロじゃなくて、ほとんどの人たちが今ゼロでもいいと思ってるんですよ。これが本当の民意なんですよ。それなのになんで今国会で決めようとするのか。とんでもない。それで早く廃炉にしろ。原発反対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 。新疆撤退。新疆撤退。新疆撤退。田中はやめろ。福田はやめろ。中村もやめろ。新疆撤退。新疆撤退。新疆撤退。田中はやめろ。福田はやめろ。中村やめろ。新疆撤退。原発反対。新疆撤退。原発反対。今この人事案が通るとすると、ホワインの多くが規制委員会に行きます。そして5人の委員が着くわけですけど、そうすると何がなるかというと、全国に今止まっている原発が次々と再開されるでしょう。その多くがその下に活断層があるんですよ。地震多発の今この日本でいつ大きな地震が来るかもわからない。それが活断層が動くと地震の上にある活断層をやる建物がバリバリと崩れるんですよ。核の容器がひっくり返るんですよ。そうするとこの状況の時になぜ動かすことができるのか。3段目いきましたね。いきますよ。4段目か。原発反対。原発反対。原発反対。
これらの恐ろしいことを起こすのはとてもない。僕らは、私たちはもう許さないけども、この今回の法律に賛成した人、反対した人、しっかり見極めると思います。インターネットでしっかり発表して国民に伝えようと思います。そして次に選挙の時は投票した人を絶対に落とすことではありませんか。それが我々の国民の待つべき方法だと思います。あと最後に、あと数日間は最低限あります。だから皆さん、地元の選挙区に、事務所選挙事務所に行ってください。健康を受けてください。必ず丁寧にお会いしてくれますから。話し合いで本人がいなくても、日本の皆さんです。ちゃんと発表してくれ。最後の会場ありがとうございました。それでは今から、内閣府の衆参です、行政書とそれから小木口であの、内閣総理大臣、あと原発担当大臣の副総裁に対しての抗議文の提出がありますので、オープラスさん、半分でやってんだ、ねんだ。じゃあ、まず要請書、中原さん、中原さん、この内閣総理大臣野田佳彦様、原発担当大臣細野豪志様、国会議員各位、原子力規制委員会の無茶苦茶人事に異議あり、原子力村だらけの人事はもうたくさん、それでは子どもたちは守れません。原子力規制委員会の5人、田中俊一氏、池田豊氏、大島健三氏、中村佳代子氏、島崎邦彦氏の国会同意人事案が複数のメディアに報じられました。しかしこのうち3人は明らかに原子力村の人間であり、現在まで原子力推進政策の責任者としてその責任を問われるべき立場にあります。こちらから通りますんで、とりわけ田中俊一氏は日本原子力研究開発機構副理事長、原子力委員長代理、原子力学会会長を歴任し、長年にわたって原子力村の中心で活動してきた人物です。事故後も原子力損害賠償紛争審査会では最後まで自主的避難者への賠償に反対しました。低線量被曝のリスクについての認識がなく、100ミリシーベルトというのは健康に大きな影響がないということ、この辺りをどう今後住民に折り合いをつけていただくかということが大変大事と発言しています。政府が決めた年間20ミリシーベルトの避難基準をそのまま期間基準とし、住民に20ミリシーベルトに近い線量を浴びる暮らしを強いても構わないという考えです。中村佳代子氏も低線量被曝では子どもと大人で発がんリスクに差がなく、原発事故による住民の被曝線量も十分に低いと発言しています。これは原子力村の中心人物に規制を担当させるもので、利用と規制の一体化に他ならず、中立公正でもなく、国会での法案審議の趣旨を踏みにじり、 3.11 の教訓から何も学ぶことなく、原子力安全強制に対してさらなる国民の不信をもたらします。また低線量被曝の影響をもみ消そうとする巨大な行政の力を加速させることになります。もうこりごりです。直ちにこの人事案を撤回して国民の意見を踏まえた上での人事案を示してください。以下を要請します。1、現在の人事案を白紙撤回し、原子力村の影響を完全に排除した案に差し替えること。2、選定基準、選定に当たった内閣官房原子力安全規制組織と改革準備室の体制、政府による選定プロセスを明らかにすること。3、国民の意見を聞くためのプロセスを設けること。パブリックコメントを設けること。以上です。お願いいたします。必ず届けてください。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ抗議文です。内閣総理大臣野田佳彦殿、原発担当大臣細野豪志殿、原子力安全規制組織等
党改革準備室室長森本秀香殿、抗議文。私たちは原子力規制委員会の人事案につき、今の人事案の撤回を求める3万5000筆以上の署名の提出と、それに合わせて原子力安全規制組織と改革準備室との話し合いの場を設けるよう要請してきました。しかし準備室は1度目は都合がつかないという理由でドタキャン、2度目はいくら日程を変えても市民の要請にいちいち応じることはできないという考えられない理由で断ってきました。負けるな。話し合いの場では今の人事案が原子力規制委員会設置法や政府ルールにある欠格条項に引っかかる違法人事である日弁連など弁護士グループもその点を指摘している問題や、現在の人事案の人選が原子力推進行政に責任のあるものが多く含まれている点についてきちんと説明を受けたいと考えていました。特に委員長候補の田中俊一氏については、事故以前には秘密会議に出席したことに象徴されるように原子力推進行政に加担し、事故後についても自主的避難の賠償に強硬に反対するなど、その言動や行動振る舞いに問題があります。準備室は今の人事案の同意を得るべく、議員に対してはチームを組んでロビーに回ったと聞きます。その一方で市民の要請には一切対応しないというのはどういうことでしょうか。あなた方が一番説明すべき相手は一般市民、国民ではないでしょうか。準備室の使命は原子力安全行政の改革のはずです。このような理不尽な対応は、今まで原子力安全行政を担ってきた原子力安全保安院や原子力安全委員会にもありませんでした。数多くの市民主権の政府交渉に原子力安全保安院は応じてきました。準備室のこの態度は、情報公開を謳った原子力規制委員会設置法の衆議院決議案付帯決議の8や原子力規制委員会の情報公開の考え方にも反しています。私たちは今回の準備室の対応に強く抗議します。また賭けを要請します。1、今回市民との会合を断ったのは誰のどのような判断によるものなのか明らかにしてください。 2. 今からでも人事案の同意作業を一旦止めた上で市民国民に対する十分な説明の場を設けてください。以上、遅くないのでこれからでも市民との話し合いの場を設けてくださるようにお伝えしてください。必ず伝えてください。お願いします。お願いします。あなたに下がってるぞ。一言お願いします。お名前だけ。お名前だけ。お名前だけ。お他には使わないでください。それでは人事案について続けて、回します。グループミームが出ます。この人も私とは何ですか。ケンタ言わないね。河野は同じ研究開発機構の主要なメンバーです。200部は間違いなく文珠、今どうなってるか、開発機構が、研究開発を続けてきた、文字ですが、2010年の5月に、15年ぶりに、試運転を再開をし、今後出力を上げていくという状況でしたが、8月になって炉内中継装置を落とすという事故を起こしました。そして何とかかんとか、先月炉内中継装置を再び、走行をすると、そしていつでも再稼働ができると、再運転運転開始ができる状態になったと宣言をしています。今回の人事案を考えると、高速増設の文字を何が何でも運転を再開するんだ、
そういう意思がはっきりしていると思います。高速増殖の文字は普通の原発と比べるとはるかに危険、事故を起こしやすいと誰もが認めると思うんです。この人事は文字を運転再開し事故を起こすための人事、そう言っていいと思います。そしてこの開発機構は再処理についても開発を担当してきました。六ヶ瀬再処理工場では今、ガラス固化体の溶融炉の試運転を、再度始めています。何が何でも再処理をしプルトニウムを取り出したい。そのためにもありとあらゆる安全規制を突破して運転を始めたい、本格稼働に入りたいと、そういう思惑が今回の人事でも見え見えです。極めて危険な状態です。そして仮に原発が全く事故を起こさなかったとしても使用済み核燃料の最終処分の問題があります。これも処分の開発は開発機構がやっています。これもやはり不正に次ぐ不正があるでしょう。本当に最悪の人事です。普通の原発が現状では新規も増設も無理だ、再稼働もなかなか難しい、しかし核燃料サイクル、そして最終処分の推進、それは絶対に続けるんだという極めて悪質な人事案です。絶対にこれは許してはなりません。私は反対をします。人事案撤回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 。原子力村出てけ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 。田中はいらない。武家たもいらない。中村いらない。人事案撤回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 。それでは、一応予定では田中修一さんは旧同年高速増殖炉文殊の副理事長でした。高速増殖炉文殊の事故を皆様方ご存知、覚えておいでになりますでしょうか。ナトロウム事故を起こしまして、西村次長はビデオ とか会見に失敗したからと言って、それを苦にしてホテルの8階から飛び降りて自殺したと言われておりました。しかし私は西村次長の未亡人が民事訴訟を起こしまして、私傍聴いたしました。西村次長は8階から飛び降りて自殺したと言われましたけども、遺体に対面しました西村部長未亡人は遺体の損傷が非常に少ないとおっしゃっておられました。また雑誌なんかにも遺体のが写真出まして、あんな遺体の損傷具合で死ぬわけがありません。また西村未亡人は深部体温、執念で深部体温を発見いたしました。深部体温と言いますのは死亡推定時刻も分かるものでございます。それによりますとホテルにチェックインした時も死んでなきゃいけないんでございます。西村次長は殺されたんです。西村次長を殺してまでも隠したかったことは何だったんでしょうか。そこの副委員長をやってた田中修一さんが原子力規制委員会の委員長になるとあまりにもひどすぎると私は思います。皆さんはそうです。旧同
委員会の委員長なさっておられる、それから中村恵子さんも、中村さんもアイソトープ研究所研究プラの真っ只中におられる方々、大島健三さんもそうでございます。国連大使をなさって原発推進なさっておられました。こんなひどいことがあっていいでしょうか。そもそも原発というのは皆様ご存知でしょうか。アメリカでも原発周辺でたくさん入院死亡率が異常に増えて、それで10年間にわたって調査した結果が出ております。全米7カ所の廃炉に向かいました原発で入院死亡率が一番減ったところは半径80キロ以内で、入院死亡率自然を持ってみます。一番入院死亡率が減ったのはアメリカのビッグロックポイント原発、入院死亡率 54.1% でとります。つまり事故が起きなくても原発が仕事をしているだけで、それをやめたときにこれだけ減っているわけでございます。それから皆様、タイムというアメリカの有名な雑誌がございます。ここの1995年11月号の表紙に、湾岸戦争に従軍しました軍曹の写真が載っております。どうも失礼いたしました。失礼しました。どうも。原子力規制委員会に田中修一さんを当てるということはどういうことか。今警察官の方がたくさんいらっしゃいますけども、どうか交通課のおまわりさんに聞いてみてください。どこの車にアクセルだけで動かせる車があるでしょう。ブレーキが絶対に必要です。いかなフェラーリといえよ、どんなに優秀なエンジンを積んでいても止めることのできない車を走らせることはできません。違いますか、おまわりさん。そんな車を道路に走らせることができますか。できない。原子力規制委員会というのは原子力を止めることができなければならないんです。田中俊一は何を言いましたか。大井原発再稼働、もし活断層があるなら止めなければいけない。逆でしょう。活断層がある疑いがあるならまず止めて安全を確認してから稼働すべきです。彼には原発を止めることができません。彼の中に原発を動かしたくてしょうがない衝動があって、それを彼がコントロールできないからです。サイコパスが殺人衝動を止められないのと同じ理屈です。そんな男を原子力規制委員会の委員長に据えることなどできません。ブレーキオイルの代わりにガソリンを充填するようなものです。ブレーキを踏みなさい。吹っ飛んで止まるでしょう。それが今の福島原発です。冷温停止状態、なぜ状態なんていう言葉がつくのか。それは止めるべき原子炉がもうないからです。放射能をばらまくことしかできない瓦礫の山があるだけだからです。日本全体を瓦礫の山にするつもりですか。タクシーの運転手さん、あなたの車にはブレーキがちゃんとついてますよね。朝いつもブレーキをちゃんと点検して動かしてますよね。それを私たちは求めているだけです。以上です。ありがとうございました。人事案撤回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 。人事案
案撤回。人事案撤回。国会議員の皆さん、私たちの声は聞こえていますか？聞こえるか？聞こえるか？今は正念場です。このめちゃくちゃな原子力規制委員会の人事案、白紙撤回を求めて、あなたの有権者に、あなたを信頼した私たち有権者に国会議員の存在意義を見せてください。今私たちは国会に対する不信感でいっぱいです。この原子力規制委員会人事、明らかにおかしいです。おかしい。今こそあなたの判断力と良識を見せて、国会議員の存在意義を示してください。原子力村だらけの原子力規制委員会なんて全く意味がありません。福島原発事故からあなた方は何を学んだんでしょうか？何を学んだんだ。絶対こんな人事案は白紙撤回まとめてください。お願いします。
明日、12時に、衆議院の第二議員会館前でアピール行動、そして14時から、議員回りになりますので、ぜひ皆さん、ご参照お願いします。また、国会に来れなくても、地元の、議員への電話かけ、ファックス、そして直接の訪問での、働きかけ、これもお願いではなくて、もうこれでジタバタしてたらもう、次はないぞと、有権者として、こちらの権利をしっかりと、行使しようではありませんか。ぜひ、この撤回まで、皆さん頑張っていきたいと思います。それでは、最後にコールをして終わっていきたいと思います。人事案撤回、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 原子力村で撤回、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 田中はいらない、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 受けたもいらない、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 中村いらない、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 人事案を認めるな、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 国会は認めるな、国会は認めるな、政府は認めるな、政府は認めるな、国会は認めるな、国会は認めるな、人事案を認めるな、人事案を認めるな、人事案撤回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 、政委員会人事案撤回、政委員会人事案撤回、人事案撤回、人事案撤回、人事案を認めるな、撤回しろ、撤回しろ、撤回しろ、